皆さんご存知の通り、悲しい事件が起きました。直接触れ合える場所をなくしたくありません。私たち AKB48 は絶対に負けません。僕らは何を信じる。 AKB48 グループの未来を見上げながら進んでいきたいと思います。途中で気づいたんですけど、仲間のために AKB をやってて、仲間がいるから AKB48 が大好きです。夢を諦めたくない。ハワイという山に戻ってくる場所を作ると上で、今できることをやっていきましょう。今こそメンバーみんなで団結する時かなと思うので、叫ぶ。